こっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ、飲めや。ありがとう、リーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんは、この写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。ん？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼したとき、その依頼主は何が欲しい？的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には、誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前、わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。
女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよったけど、そん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが、ああ、まことや。この子は見えんめいでわしの手探してな、ぎゅーっと握って離さんかった。泣きながらありがとう繰り返して、わしはその小さいでどうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。はい、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、真島。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。はあ、極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄を釣らんかい。お前が俺の何を知っとるんや、ポケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや、真島。
待てや、マジマ。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。